はい、どうも、こちらくれいです。プロスペースやっていきましょう。というわけで、今回はこちらでございます。はい、というわけで、今回ですね、本日来たこちら、新外国人選手が登場、新イベント、プロスピタワーへの挑戦ですね。こちらに関して、お話ししていきたいと思います。はい。まあ、新イベントということで、どういう進め方が一番効率いいのかとか、どうやって進めたらいいかわかんないですっていうコメントとかもね、もうすでに、ガチャ動画の方にね、いただいたりもしていたんですけれども、まあ、ちょっとね、今回はこの動画を通してですね、まあ、まだ全然僕もやり込めてはないので、まあ、これが 100% 正しい方法ですとか、そういう話はできないかなと思うんですけれども、ただでもまあ、どんな感じで進めていくといいのかっていうところは多分ね、まあ、ちょっともう見えてきてる部分はあるので、そんなところのお話をしていこうかなというふうに思います。はい。で、まずですね、セカンドの選手が今日追加になってるんですけど、そちらのガチャ動画はもうすでにアップしてますので、ぜひね、そちら見てないよという方はそちらの動画も見ていただければと思います。はい、ということで、まあ、今回はプロスピタワーへの挑戦。まずちょっとイベントをざっくり見ていきましょうかね。はい、お知らせの方から見ていきたいと思います。7月3日15時より新イベント、プロスピタワーへの挑戦を開催中ですと。V ロード試練での試合や、試合後に発生する挑戦に勝利することで獲得できるオーブを使用して、塔を登っていくイベントですと。うん、まあ基本的にプロスピパーク、対決カーニバルと、同じ系統のイベントであるというふうに思ってもらっていいと思います。で、獲得したオーブ数や到達した回数に応じてレアな報酬を獲得できますよと。で、報酬を目指してプロスピタワーを踏破しようという感じでございます。で、累計獲得オーブ報酬と各回の、クリア報酬にはイベント限定ランク新外国人選手が登場と。で、いずれも最大スピリッツ2600の限定ランク選手に覚醒可能というところは、まあ今まで通りですね。はい。で、プラス最後ですね、期待の若手っていうところも、また今回出てますので、取り逃した選手とか、また取りたい選手はここで取れるよという感じです。はい。で、この新外国人のラインナップに関してはちょっとまた別で動画を撮ります。はい。まあ、いろんな豪華な選手、個人的にね、この DeNA 外選手がすごい嬉しいんですけど、まあ、アルモンテ選手がラインナップから外れたりとかっていうところもあったわけで、ちょっといろいろこのラインナップに関してもいろいろ皆さん思うところがあるとは思うんですけれども、まあ、ちょっとそこはまた別で動画撮りたいと思ってます。はい。で、今回のこのイベントの遊び方ですね。はい。オーブを集めて次の回への扉を開こうと。このオーブっていうとね、なんかモンストがね、浮かばれるわけですけれども、うん、まあプロスピの中にオーブという言葉が出てきましたよと。で、オーブには3種類あり、次の回への扉を開くために必要になりますよと。オーブの種類によって獲得方法が異なります。このね、オーブシステムによって、まあ、普段その V ロードが基本的には対決カーニバルパークでは回る必要があるわけですけど、まあ、試練を回らないといけなくなるパターンが出てきたよという感じでございます。うん。てか逆にその試練を絶対ある程度の数やらないといけないので、今このタイミングで別に試練やりたくないよっていう方にとってはちょっとめんどくさい、流れになったのかななんていうふうには思います。で、黄色オーブが、試合後に発生する挑戦に勝利という感じでございます。はい。で、必要なオーブが回数によって異なりますと。うんうんうん。で、赤オーブ、青オーブは試合の勝敗により獲得数が変更しますと、変動しますと。挑戦は V ロード試練の試合後に発生します。まあ、ここもいつも通りですね。で、挑戦では特別ルールが出現し、獲得できる黄色オーブは対戦相手のランクと特別ルールの難易度によって決定しますと。そう、これですね。ちょっとここまでの感じでいくと、まあ、今もうちょっと何試合かやってきたんですけど、まあ、この要は今 V ロード試練をある程度の数やってこれで対決出してきたわけですけど、まあこのね、中級、今全部多分中級なんですけど、まあなんだ、パワちゃんのなんて言ったらいいんだ、特殊条件みたいな感じのやつで、中級ブレベルボール変化球禁止とか、これが結構ね、クリアするのめんどくさいところ、やるのがめんどくさいっていうところに一つなってくる、うん、まあ縛りプレイってやつですね、になるので、それはちょっと難易度として他のイベントに比べてちょっと高いのかななんていうふうには思いますけれども、うん、まあでもそうだな、どちらかというとなんだろう、最近始めた初心者の方に向いてるイベントなのかと言われると、ちょっと難しいところが出てきましたね。これ相手もなかなか強い相手になるので、さっきね、変化球禁止だったかな、万人のやつをね一回やったんですけど、結構大変でした。うん、クリアするの結構大変だったので、まあちょっと能力ある程度高い選手とか S ランクとか持ってないと結構しんどいのかななんていうふうには思いましたね。でもまあ累計までは全然いけると思います。で、万人に勝利して次の回へ向かおうというところですね。次の回への扉を開き、万人との勝負に勝利すると、次の回へ進むことができますと。うん。で、万人との試合ではオーブは獲得できないんですけれども、万人に勝利するタイミングで多分あれですね、報酬がもらえると思います。で、塔を登って報酬をゲットと。下記2種類の報酬、これですね、累計獲得オーブ報酬と各回のクリア報酬、この2つですね。各回クリア報酬というのはこの万人で勝利するとっていうやつですね。で、ビッグチャンス、ビッグチャンスっていうのはあれですね、対決カーニバルパークかなでもあると思うんですけど、
まあ、2倍がもらえるよと、2倍ポイントがもらえるよと、まあ、今回で言うと黄色のオーブですねがもらえますよというところでございます。で、強敵も今回も発生しますよと、強敵の方が大量の黄色オーブがもらえると、もうこれもだからパーク対決カーニバルってところと本当に一緒ですね。で、トレジャーチャンス、これが新しいのかな、挑戦終了時、挑戦勝利時に、トレジャーチャンスが発生することがありますと。9個の宝箱のうち3つ選び、同じアイテムが2つ揃うとそのアイテムを獲得できますと。まあパネルチャレンジみたいなもんだな。うん、ということで、まあ本当に対決カーニバルパークに近いところが多いんですけど、まあちょっとまずやっていきます。うん、この動画でやっていくのが一番、シンプルだと思うのでやっていきます。で、そうだな、まあ今一応この右に次の扉開放に必要なオーブっていうのが出てると思うんですけど、一応その赤青はもうクリアしてるんですけど、まあ順応ってちょっとやっていきたいので、まずじゃあ今回赤をやりましょう。 V ロードですね。 V ロードの方でちょっとスタミナを使いまして、やっていきましょう。まず対決を出すところからですね。で、基本的に対決カーニバルプロスピパークに関してはできるだけ V ローは高いランクで回った方がいいです。うん、まあちょっと今負けましたけど、今僕は星8で回ってます。結構ね、星8もねスピリッツが高いんで育成ができないので、まあ星7、8ぐらいでやっていくのがいいのかななんていうふうには思います。はい、ということでここでオーブが獲得できましたよと。今負けちゃったんで30だったんですけど、勝つともうちょいもらえますね。うん、で、まあ OK と。ここで角中選手が出てきましたよと。はい、じゃあこれをやりましょうか。これをやりたいと思うんですけど、一回ちょっとイベントのページに戻って、そうですね、上級 S ランクだったら上級とかそういう感じなのかな、そういうわけではないのかな、まあ、ちょっとやってみましょう。はい、まあ、今これ見れば分かる通り、やっぱり S ランクのものの方が星の数というか獲得黄色オーブは多いですね。うん、200とかなのに対してここが300なので359やっていきましょう。よし、プレイ選手、今東山選手になってるのか、自操作しやすい選手の方がやっぱりいいと思うんですけど、大魔神とかにしようかな。まあでもスピリッツ下げられるからなとは思うので、難しいところだな。まあでも東山選手でもいっか。あ、則本さんにしよう。則本さんにします。よし、いきましょう。さあ、よろしくお願いします。則本 VS 角中。赤オーブよりも青、赤オーブの今ちょっと出てましたけど、赤オーブの方が青オーブよりも必要な数が多いよって書いてありましたね。なるほど、だから基本的には V ロード中心で回れるのかなと思います。まあ、今1球投げちゃいましたけど、特別ルールがどこで見れるんだ、これか。三振を取れればボーナスオーブ獲得。まあ取れなかったとしても投手の場合はボーナスオーブがもらえないだけで勝てばいいんで、よし、頑張っていきましょう。 OK、 素晴らしい、特別ルールクリア、最高ですね。よし、これでもう勝利いきましたと。はい、素晴らしい、オーブ獲得が359、勝利報酬220に対して特別ルール報酬が139。なるほどね、 OKOK、いいでしょう。あ、じゃあそこの表示数って特別ルールもクリアすることによってもらえるっていうことなんだな。なるほどね。あ、ここでトレジャーチャンスきましたね。いや、もうこれ完全にパネルチャレンジじゃん。完全なるパネルチャレンジ。はい、おお、いいですね、コイン 1000×2。 まあでもこっちの方がフォーマットはかっこいい気がする。よし、 OK、 ということで、これで今右の出てると思うんですけど、次の扉を開くっていうところ、万人への、挑戦の権利が得られました。これやっていきましょう。おー、かっこいい、かっこいいな、この演出。はい、まあ、実は2回目なんですけど、前回ちょっとね演出バババって飛ばしてみちゃったんで、これで、挑戦していきますと。打者変えようかな。打者ローズ選手じゃなくて、そうだな、スピリッツが高い選手で打ちやすい選手でいくと、まあ、筒香選手とかかな。筒香選手でいきましょうか。よし、行ってみましょう。相手投手は有原選手かな。頑張りましょう。さあ、超リミットブレイクか。超リミットブレイク状態ですね。相手の方がスペースが圧倒的に高い。うん、カットボールが入ってきた。まあ、ここは普通にしっかり打てれば問題はないところですね。頑張りましょう。まあ、ちょっとミートちっちゃくなっちゃいましたけど、大丈夫です、問題はありません。よーし、 OK、 ナイスラン、800ポイント。まあ基本的にはこの辺はもうただただクリアすればというところなんで、まあ進め方はそんな複雑なことはないです。ただでもそのめんどくさい点として、赤オーブ青オーブっていう仕分けが、あ、やべ、されてるので、まあその部分でまあ、V ロードを一定試合数やんなきゃいけない、試練を一定数やんないといけないっていうところが、まあ、いつもと違うところ
にはなるのかなというふうには思いますが、まあそれぐらいですね。オッケー、クリアです。素晴らしい。あ、地味にこれパワちゃんの球場なんだな。オッケーオッケー、ありがとうございます。よし、ということでこれもクリアですと。2回クリアで挑戦ドリンクかける2がゲットと。おお、かわいいかわいい。こんな演出あったんだ、さっき見てなかった。おし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 、オッケー。ということで、まあ一旦こんな感じで進め方は多分ね、大体分かっていただけたんじゃないかなと思います。うん。まあ試練もちょっと一試合なので、せっかくやりますか。青オーブ。まあ今ちょっと俊敏が今日来てるんで、あ、ちょっとこれやっとこう。試練カードチャレンジもね、なんだかんだありがたいんでね。これ微妙だな。1,2,3,4,5 を狙いに行ってもいいけど、まあ変えましょう。2、オッケー。まあ3ベースでいいでしょう。よし、オッケー。はい。で、ちょっと試練も一回やっちゃいましょう。試練もちょっとめんどくさい、めんどくさいというか、あえてちょっと今回は自動で回しちゃいます。まあ本当は試練はね、自動作でやるべきなんですけど、ちょっともう自動で動画の尺的に回しちゃいます。はい、 OK、 素晴らしい。でこれで勝ったので、試練で勝つとどんぐらいもらえるかというところなんですけれども、こちら、はい、試練はでも自動はもう欲しくないな、やっぱ。で64ですね、さっき多分30個ぐらいだったんで、まあ勝つと倍ぐらいになるのかなっていう感じです。はい。で今累計オーブ報酬みたいなのがもらえましたと。ああ、挑戦者が筒香選手になったね。オッケーオッケー、まあいいでしょう。はい、ここはまたちょっとおいおいやっていくとして、一応こんな感じで今こうパパパってやっただけでも、累計オーブ数が1050個、もらえました。で報酬の方見ていくと、一番下が6万オーブですね。ここで期待の若手が手に入り、あれ、ここにはないのか。ここにランダムボックスの中に自チーム A ランクの進学時ないの。あ、そうなんだ。こっち、あ、こっちにあるんだ。各回のクリア報酬にランダムボックスとして入ってきたんだね。なるほどね。いや、どっちにも置いといたらいいのになーと思いますけどね。どっちにもこの自チームの A ランクの外国人契約書があったら、めちゃめちゃそのこの回収部分っていうか、覚醒の選手をたくさん回収するっていう点では、まあいいイベントになった可能性があるなと思うんですけど、片っぽだけなんだ。なるほどね。まあ挑戦ドリンクというのは多分これですよね。ここに使えるのかな、これですね。はい、この挑戦コストの部分で、挑戦ドリンクを使えますという感じです。うん。なのでまあ実質エナジーみたいなもんですね、挑戦ドリンクに関しては。って考えていくと、結構帰りは美味しいイベントになるんじゃないかなと思うので、まあそんなになんか対決カーニバルとかパークとかに比べてエナジーを消費するなんていうことは基本的には多分ないと思います、今のところは。うん。まあちょっとまたやっていく上で、こうした方がいい、ああした方がいいっていうのが出てきたら、ちょっとお話また別で追加していきたいなと思うんですけども、まあとりあえず今回はざっくりイベントの説明が、できたのでよかったかなと思います。でまあまたこっちのね、イベント限定選手なんかに関してはまたラインナップは後々見ていきます。はい。なんと外選手にキャッチャーの適性がついております。はい。これでまた新外国人、外国人選手のオーダー、僕個人的にひっそり作ってるオーダーなんかがまた新たに作れるななんていうふうには思うんですけれども、まあとりあえず今回は、ここまでにしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。まあぜひちょっとね、このプロスピータワーの挑戦、もうすでに結構やって、こんな進め方がいいよなんておすすめのやり方等々ありましたら、ぜひねコメントでご指摘いただければというふうに思います。まあもし僕が間違ってる情報を言っていたら、ぜひぜひそこも、コメントでご指摘いただければというふうに思うんですけれども、まあぜひね、この動画参考になりましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。もうすでに、何度も言ってますが、今日ですねセカンドの追加となったガチャ動画アップしますので、そちらの動画もぜひぜひ見ていただければというふうに思います。それではまた次回のプロスペースの動画の生放送でお会いしましょう。ありがとうございました。